はい、フローチャート漢方薬治療2、蓄膿症には心位性肺等、ね、ページ148のお話をします。63歳男性、中肉中背です。いわゆる蓄膿症ね。耳鼻科的過療は受けているが、もう少し楽になりたいと言って来院しました。定石では葛根とか鍼灸心位2番ですが、高血圧の薬も飲んでいるので心位性肺等104番を4週間処方しました。最新時に少々いいように思えるとおっしゃいます。そこで継続、その後楽になったそうです。心位性肺等は生薬数が9個、ね、ほぼほぼ冷やす生薬ばかりですね。温めるのは1個もありません。石膏、爆問道、黄金、三獅子、チモ、白毫、真意、琵琶葉、昭和となっています。石膏があるのでそれだけで強く冷やす漢方薬と言い放って問題ありません。真意があれば副鼻腔炎用と言って問題ありません。さて、生薬のポイント。真意性肺等は9種類の抗生生薬からなります。真意と琵琶葉が平、平というのは温めも冷ましもしないという意味です。他の7種類は全て冷やす作用が強い生薬が載っています。温める生薬が一つもありません。冷やす作用が極めて強い石膏もありますので、全てが冷やすイメージでいいと思います。冷え性が強い人にはちょっと注意をしましょう。心位性肺等104番は薬局では OTC として蓄内という名前でもね、商品名で発売されてもいます。レベルアップ。漢方薬が温める性質か冷やす性質かを生薬から判断できる、ね、ことがあります。すべて覚えるのは大変でナンセンスです。強く温める生薬、武士か環境があれば温める漢方と言い放っていいです。一方で強く冷やす生薬の代表は石膏とオーレと覚えて、それがあれば冷やす生薬と言い放って問題はありません。オーレン糖と半夏写真糖、120番と14番ですね。これは強く温める環境と強く冷やすオーレンがあるので、真ん中と言えば問題ありません。心位性肺等104番の保険病名は、鼻詰まり、慢性鼻炎、蓄膿症となっています。まあ、蓄膿症には心位性肺等というフローチャートをご披露しました。148ページのものです。以上です。